見えてたね、こっちから。いや、いいですね。ゲストの皆さん、いかがでしたか？ライブ楽しんでいただけましたか？なんかやっぱりね、エンジンの音だとかね、風がどれぐらいあるかだとか、もう出たとこ勝負で、いよいよね、セカンドシーズンが始まるというか、そうなんです。6月からですね、一応6月スタートレギュラー放送。6月といえば、はい、ビートルズがいたり、来日ですね。まず来日ですね。まず来日です。この間あの BS あの地上波でやってたのね。あ、なんかやってましたね。何、テレビ持ってないのに何でしょ。コンピューターで見れるんだよ。YouTube にも。さ、コンピューターってなんか。任天堂の人みたいな。まあ、2回目以降からはそのビートルズ来日特集というあのね、我らは高木ブー先生も、出てらっしゃいましたね。ああ、そうそう、出演前座でね、あのセカンドシーズンは結構、ね、外へ出てロケしようというような話をしてるので、ブーさんち行きましょうか。いいですね。多分拒否られると思う。最初ピンポンダッシュしてるか。迷惑なんか。ね、まあそういう意気承認のね、話を聞いて。意気承認。まさか、来日公演見た、やってるか見た。いませんよね。たまにね、ライブやってると、私、生でどこかで見たんですよ。5月がお誕生日の方。おお、おめでとうございます。聞いてみただけです。何日？25日。おお、もうすぐじゃないですか。おめでとうございます。おめでとう。まあ、あえて何歳かは聞かないけど。27です。じゃあ、主にこちらにしてて、タスさんが愛を届けましょう。愛を届けましょう。Thank you.
題よくわからないね。でもね、8月になったらレッドイットビーの映画やるんですよ。はいはい、ハッピーなシーンばっかりを集めて、そうそうそう、だからレッドイットビー特集やります。はい、そしてライブはですね、屋上でやる。やったー。どこの、どこの、皆さんいい屋上知りませんか。屋上、屋上募集します。なければ一応に屋上があるらしいので、ただお客さんは屋上まで上がれないんじゃない。上がれたもんではないです。屋上しないだよ。いやだから上がれないんじゃない。いやいや、一応はね、なんか抑えで一応なんだけど。ああ。なんかあの羽振りのいい屋上がね、羽振りのいい貸してもいいよなんですよね。あとね、交番が近くて、おまわりさんがすぐ精神俺ら捕まりたいみたいな、はい、っていうのはまあ8月ぐらいですかね。はいはい、そうですね、6、7、8、9月ぐらいまでか。9月ぐらいまでね、どうせ買って。そう、まあまだだから7月と9月のネタを思いついてないんです。まあそれは思いつきますよ。あ、そういえば来月あの宇田島坂店で、収録をやります。あ、国立じゃなくて、国立からバス、うん、すごいファンキーな酒屋で、あの皆さん前あの高円寺にあったところは、あのカレーとか食べられました。全部その豆カレーとかあるんで、あれがね、ランチで出てくる。もうだから、そのまんまでやってらっしゃる。酒屋なのになぜか野菜売ってるんですよ。で、僕もほうれん草買って帰ったんですけど、なんか裏にね、宇田島坂店の裏が全部畑になってる。で、そこからおばあさんが取ってきて、朝摘みの野菜をこう100円ぐらい。じゃあビートアスも見て、野菜も買って、カレーも食べて、で今度は酒飲めるかな、6月の半ば、どうなんでしょうね。酒屋でやるんですね。まあ、換気もちょっと取りながら、はいはい、そんなことやるというところですね。はい、なので、その6月に撮ったやつを、多分7月にあるんですかね。ですかね。だから7月は宇田島坂店特集です。何告知したらいいんだ。だから、ね、ちょっとあの宇田島さんに入ってもらってビートルズセッション。ああ、やりましょうやりましょう。ということでちょっとあの遠いというか、お近くの方はぜひまた全然いい。友達してください。全然いい。ああ、気持ちいいね。冒頭でやりましたマジカルミステリーツアー、ザ・ウィザーズ・ミーってやってたのを、やっぱちゃんとやろうじゃないですか。ちゃんとやって終わろうマジカルミステリーツアー。よっしゃ、参ります。ワン、ツー、スリー、フォー。